トマーシュイファル氏は、チェコモラビアスレスコ州リーマジョフ出身の元サッカー選手、チェコ代表であった。現役時代のポジションはディフェンダー。モラビアスレスコ州のリーマジョフに生まれ、18歳の時に SK シグマオロモーツからデビューした。2000年8月1日、ドイツのハンブルガー SV に移籍。12月10日のエネルギーコットブス戦でデビューして、フル出場した。 2000から01シーズンは後半戦17試合のうち16試合に出場したが、全体の守備が雑で58失点を喫して、リーグ戦13位に終わった。2001から02シーズンも57失点を喫し、リーグ戦11位に終わった。2002から03シーズンは4位に貢献したが、2003から04シーズンは8位に終わりひどい出来に、逆戻りした。 ハンブルガーではキャプテンを務めたこともあった。2004年7月31日、経営破綻から再興したイタリアのアッコフ・フィオレンティーナに移籍した。2004から05シーズンはセンターバックとして活躍したが、2005年夏に就任したチェーザレ・プランデッリ監督に、総力や足元の優れた技術に目をつけられて、右サイドバックにコンバートすると、その後は不動のレギュラーとなった。 2006から07シーズンには守備陣のようとしてリーグ最小失点に貢献し2007から08シーズンは4位となって UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した4シーズンで公式1150試合近くに出場し在籍期間終盤にはキャプテンマークを巻くこともあったアトレティコでプレーするウィファール氏ブンデスリーガセリエ A に続いて リーガイスパニョーラも経験してみたいという思いを持っていた彼は2008年7月1日にスペインのアトレティコ・マドリードに移籍したそれまではクラブでも代表でも背番号21をつけていたがアトレティコではルイス・ペレアがすでにつけていたため背番号17を選択した2008から09シーズンにはリーグ戦4位で UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した 2008年にセビージャ FC と結んだ仮契約を破棄したとしてセビージャ FC に訴えられ2009年9月24日にセビージャ側に対して87万ユーロを支払うように裁判所に命じられた2009から10シーズンのリーグ戦は9位に終わり UEFA チャンピオンズリーグのグループリーグはでも3位に終わったがそれにより出場した UEFA ヨーロッパリーグでは決勝で イングランドのフラム FC に勝利して、初代王者となった。2010年夏には、ドイツのシャルケレイオンから、オファーが届いたものの、これを拒否して、アトレティコに残留した。9月19日に、エスタディオ・ビセンテ・カルデロンで行われた FC、バルセロナ戦で、後半ロスタイムに、リオネル・メッシに仕掛けたタックルが遅れ、メッシは、右足首を負傷した。この時、 レッドカードを受けて一発退場となった。2011年6月20日、トルコのガラタサライ SK に移籍した。移籍金は200万ユーロ。2013年8月12日、母国チェコの AC スパルタプラハに移籍した。しかし、怪我の影響で出場機会に恵まれず、12月2日に現役引退を表明した。モロッコ戦前のウィファルシ2001年。 ハンブルガー SV 在籍時にチェコ代表デビューを飾った。2004年には UEFA ユーロ2 0 0 4に出場し、準決勝に進出したチームで4試合に出場した。フィオレンティーナで右サイドバックにコンバートされた後も代表では主にセンターバックとして出場している。2006年の 2006FIFA ワールドカップではガーナ戦で退場処分を受け、 その後のグループリーグの試合には出場できなかった。2008年の UEFA ユーロ2008では3試合に出場したが、グループリーグ初戦のスイス戦では、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。長年代表でプレーし、キャプテンも経験した。2009年4月1日に行われた 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のスロバキア戦後にバイシュ負とともに、 レストランで飲食パーティーをしていたとして、ミラン・バロシュ、ラドスラフ・コバチ、マルティン・フェニン、マレク・マテヨフスキー、バーツラフ・スベルコシュと共に代表から追放された。4月8日に代表引退を表明したが、数人の女友達と食事をしたのは事実だが、彼女らは断じて売春婦などではないとコメントしている。ありがとうございます。